キング・サウード大学あるいは、サウード国王大学は、サウジアラビアリアドにある、公立大学。1932年に即位した、初代サウジアラビア国王、アブドゥル・アジーズ・イブン・サウードは、サウジアラビアの現代化のため、教育システムの基礎を築いた。1953年に、サウード国王が亡くなった後、息子であるサウード・ビン・アブドゥル・アジーズによってその意志が、 引き継がれ教育省を設置。1957年に教育大臣のファハドビン・アブドゥル・アズイーズが主導して、サウジアラビア初の大学としてリアド大学を設立。1982年に現在の大学名に改名された。現在、4万人の学生で構成されており、このうち7%が国外からの留学生である。大学は自然科学、社会科学、 人文科学、専門研究の学部課程で構成されており、多くの課程で授業料が無料である。授業は英語及びアラビア語で行われている。現在のキャンパスの建物は、アメリカの建築事務所であるヘルムース・オバタ・カッサバウムが手がけたもので、1980年代に整備された。ありがとうございます。